ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎文隆です。今日は2023年の7月の19日になりましたか、水曜日です。今朝の9時半になろうとしております。今日は感動起爆剤学校のシリーズを行ってみたいと思います。はい、まずは感動起爆剤学校のですね、教科書の今日は感動創出理論の1というところに行ってみたいと思います。レクリエーション、生きる喜び作り。1、バカにされるレクリエーション。レクリエーションというね、レクリエも 大文字です。伸ばして、し、よ、ションのよだけは小さい。レクリエーションというね、1、バカにされるレクリエーション。仕事や学習などの真面目な世界からバカにされ、そのレクリエーションを普及する日本レクリエーション協会の第50回全国レクリエーションの大会のオープニングプログラムも、レクリエーションとレクリエーション指導者をバカにしたものであったなど、バカにされ続けているレクリエーションですが、本当にレクリエーションはバカにされるに値するものなのでしょうか、というのが最初の駆け出しですね。私もレクリエーションを27歳ぐらいの時から入りまして、そうですね、60前までありましたから、40数年レクリエーションに関わりました。そしてそのレクリエーションの中から生まれたのが野外活動協会というのは、一緒に生まれたんでしょうかね、その関連あたりで生まれてきました。そしてレクリエーションの中で生まれたのは仮想を逆手に取る会です。レクリエーションは十数年やったとき、その後仮想を逆手に取る会という街づくりの研究グループはできました。そして今は名前を変更しまして逆手塾になっておりますけれども、そしてその逆手塾が今これも40数年街づくりに関わってきました。そのおかげで41の時に私はサラリーマンを卒業しまして、フリーになって講演家として全国を歩き出すんです。そのレクリエーションをやったその持ち味を持って街づくりの仮想逆手に取る会に入ったもんですから、ちょっと全国の街づくりのやり方とかちょっと違う形で迫るもんですから、元気が出るとか面白いとかいうような形でですね、結構街づくりでも真剣にやるのはもちろん大切なんですが、真面目一方ではですね、人がやっぱり参加してこないというか面白くないですから、来ても離れていくといいますかね。それを仮想逆手に取る会は、仮想だから何でもできるんだというね、そして究極的にはないものねだりはしないというような形でですね、展開していきまして、そのおかげで41の時に私は独立しましたけど、北は北海道から南は沖縄までですね、全国42都道県を全部歩きましたね。そして約1000カ所ぐらいそのまちづくりの講演をして歩いたという、その原点にあるのが実はレクリエーション県北レクリエーション協会のレクリエーションカレッジでありました。そこの初めは生徒で入って、あとはスタッフとしてですね、この本を書いた和田義治さんと田中和弘さん、ギターマンで、指導できる方と私と3人、トリオでですね、県北レクリエーション協会、ぐっと回していった時代がかなりあるんですけど、その時に県北レクリエーション協会は最高に盛り上がった時でもありました。そのレクリエーションに、私も田中和弘さんも和田義原さん、特に和田義原さんはレクリエーションに対する価値をすごく評価していましたが、でも世間ではバカにされる状態にありました。そのことをここに書いてあるのがですね、このことを私もよく今思い出すんですけど、全国大会、このレクリエーション協会第50回全国レクリエーション大会は、これは大吉田さんが行かれたんですが、その時に彼が帰って行ったんですね。レクリエーション、私たちがやってるレクリエーションは司会ができるぞと、キャンプファイヤーでエルマスターやった力もあるし、結婚式の司会を何回もやってますから力があるぞと、レクリエーションの中でまず集いの司会をやり、そして、キャンプのエールマスターをやり、
まあ、進行役といいますかね、キャンプファイヤーの中でやり、そして結婚式の司会をこれやってくると、まあレクリエーションの中でも一つ力がついたなと、まあ、言われるんですね。もちろんレクリエーションですから、ゲーム、ソング、ダンスなどは、まあ、やるんですよ。基本的にはできないわけですから、まあ、できるわけです。そしてだからなんか集いやるときには演出もできるぞというんでね、言ってました。だがこの全国50回行ったら、演出はレクリエーション協会でなくて、よその他のこの舞台監督といいますかね、そういうような人が入る。そして司会はアナウンサーを呼んでくる、放送協会、テレビ協会、どこかのアナウンサーを呼んでくる。そして歌は、プロの歌集団が来る。これ50回のレクリエーション大会というのは何だと。レクリエーションはいろんなことができると言ってたのに、肝心なところになって50回大会になって、一番花の舞台になった時に、レクリエーションの指導者でなくて全部よそから引っ張ってきた人ばっかりやってるじゃないかと。なんだとこれは。これこそレクリエーションをバカにしてるんじゃないかと。レクリエーションのやってる本人が、自分たちは司会はできますと言ったのは、司会はプロのアナウンサーを呼んできてる、歌を集団をまた別から呼んでくる、舞台監督とか演出をどっか呼んできてる。なんだとこれは、全くけしからんと言ってね、なんだというんで、すごくその和田さんは怒ったわけです。そして今度私たちが次のレクリエーション大会やるときですね、これが57回でしたかね、ちょっと見ましょうか。第57回全国レクリエーション大会 in 広島があったんですね。その時はこの教訓を生かして、レクリエーションは力があってできるんだと言ってるんですから、全部レクリエーション仲間で全部やろうというんでね、演出は仲間がやりました、舞台監督も全部仲間がやりました、そして音楽集団の音楽バンドを仲間が、レクリエーションの仲間がやりました、歌も仲間が詞を作って曲をつけて、レクリエーションの仲間で全部やりました。そして司会もですね、その時私は広島の女性のリーダーと私と2人で司会を全部、総合司会を全部仕切ってやりました。もうその時は広島大会はですね、全国大会広島は全部レクリエーションの仲間で全部こなしたんです。ここでレクリエーションは何でもできるぞと、進行の司会だって演出だって歌だってバンドだって会場のセールだって全部レクリエーションの仲間でやりきったんですね。いやー、この時は私も分かったし、まあレクリエーションも全体も盛り上がってましたからね、すっごいができましたね。いやー、でもね、一つ残念なかったのは、その次の大会がまた各県持ち回りなんですけども、この広島方式というのはずっとは続かなかったですね。でもレクリエーションは全部できるということを証明してですね、ここに書いてありますように、バカにされたレクリエーションをできるんだというのに取り戻した大会であったんですね。ちょっとこれ文章を続けますと、確かにレクリエーションは仕事や学習で疲れた活力を取り戻すものとして認知され、かっこ余暇の全容の営みとして発展してきました。遊びがあるとする価値が強い日本では、健全な遊びと遊びではあるが、いい遊びなんだなんて価値を主張して存在感をアピールしてきました。経済の構造成長の時代には、若年労働者をつなぎ止め、健全な遊びで質の良い労働力を確保するために、職場レクリエーションとして、これが、活況を帯びたこともあります。しかしレクリエーション指導者には、仕事の世界ではいまいちだが余暇の世界ではすごいんだぞ的な弱さがつきまとっていました。いつでもどこでも誰でも気軽にをキャッチフレーズに、競争中心のスポーツには問題がある、寄りつきがたいクラシックではダメだなど、レクリエーションの価値を強調するために敵を作って頑張ってはきました。しかしそれも負け犬の遠吠え的で、本物の元気にはなりませんでしたという書いてありますが、まあこの後ですね、これが第57回は平成15年、2003年ですね。ですからこの本が書かれたのが1900、
1998年ですから、平成10年にかかれて、広島全国大会やったのが平成15年です。まあ、この方かれたあと5年後にはですね、レクリエーションは全てできるんだということをね、レクリエーションの全国大会に広島で見せましたね。あの時は気分が良かったですね。みんなでね、全部やりましたね。ですから、日本レクリエーション協会も広島はそういうことをですね、やることをですね、まあ、認めてくれました。ということは、力が広島にはあったんですね。広島市レクリエーション協会、呉市レクリエーション協会、福山市レクリエーション協会、そして私たち田舎にある県北レクリエーション協会、その3つの協会が全部まとまってですね、それぞれの持ち味を発揮しながら全国大会をやりました。まあ今考えてみるとあの時レクリエーションの私たちの、まあ、ピークになっていたのかも分かりませんね。そんな感じで、この感動を起爆剤学校、楽しむ学校ですが、それよりもレクリエーションの指標が感動させる場面をどんどん作ってきたことをですね、これから証明したり例を話したりしていきたいなと思っています。そこに感動起爆剤学校、楽しい学校の真骨頂があると思っております。そんな形で、面白いがためになるとね、レクリエーションはバカにされると本当は底力があるんだってのことを喋りながら、チャンネル登録も前に伸ばしていきたいと思っております。よろしくお願いします。ごきげんよう。